お疲れ様。これでこの依頼も完了だよ。ありがとうございます。やりました。イエーイ。それにしてもびっくりしたよ。二人とも急にいなくなっちゃうんだもん。すみません、うかつにも飴を舐めてしまいました。お、みんな飯はこれからだな。食ってくか。もちろん、お腹ペコペコだよ。オスカーさん、今回はご同行いただきありがとうございました。こっちも珍しいこと会えてよかったよ。ありがとな。オスカー君はこれからまた旅に出るの？うん、新しい子に会いにもっと遠出してみようと思ってるんだ。それじゃオイラはこの辺で。今度会う時までにノートを準備しておくからさ、その時はよろしくな。はい、またお会いしましょう。レスナさん、私もここで一度別行動しようと思います。え、先輩もいなくなっちゃうんですか？街で聞いた噂に出てきた人が私の知り合いかもしれなくて、ちょっと探しに行きたいんです。そうですよね、先輩にも先輩のやりたいことがありますよね。いろいろとありがとうございました。探してる人見つかるといいですね。こちらこそありがとうございます。ではまたどこかで会いましょう。ちょっと寂しいけど、また二人で頑張っていこう。もともとはイザナちゃんと私だけの旅だったんだし。そうだね。よーし、心機一転、ちゃんとハンマーを磨いておかないと。じゃあ私も杖を磨いておこう。転ばぬ先の杖。早く一人前になりたい。立派な錬金術師になりたい。でもそんな思いだけじゃ失敗してしまう。きっとまだいろいろなものが足りてないから。私に足りないものってなんだろう。次なる狙いは闇に咲く花。なんて甘美な響きですこと。さあ行きますわよ。全ては私たちの目的のために。Thank you.